事務といたしまして、NHK エンタープライズエグゼクティブプロデューサー源立京子様から、子どもたちと共に開く未来、脱炭素社会に向けて、今私たちにできることという演題で基調講演をいただきます。源立様、どうぞご登場ください。それではご紹介をさせていただきます。源立京子様は1988年 NHK 入局、 NHK 環境キャンペーンの責任者を務め、気候変動や脱炭素、SDGs などをテーマに数多くのドキュメンタリーを制作されました。また日本環境ジャーナリストの会副会長、環境省中央環境審議会臨時委員、文部科学省環境エネルギー科学技術委員会専門委員など多方面でご活躍されていらっしゃいます。詳しくはパンフレットをご覧ください。それでは源立様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました NHK エンタープライズの源立と申します。今日はこの徳島の環境学習フォーラムにお招きいただきまして本当に光栄です。とても大事な問題、教職員の方々、それから児童生徒の皆様にお伝えできますことを嬉しく存じます。冒頭やはり今年の、ね、元日に起きました能登地震、私も福井が実家のものですから自分でも揺れましたし、母の、ふるさとが七尾なものですから、とてもやはり人的には被害はなかったんですけど、親戚には心配をして、おるというところでございます。今ですね、ご紹介いただいた通り、私自身はこの問題をですね、NHK に入局して以来は、報道番組のディレクターということでいろんな番組作ってきたんですけれども、2007年からいろいろとあの手この手で気候変動に関するドキュメンタリーとかを作って報道しております。そのきっかけとなりましたのが、皆さんは IPCC っていうのはご存知でしょうか。気候変動に関する政府間パネルということで、科学者の集まりなんですけれども、そこの議長さんを取材する番組をですね、2007年に作った時にはたと気がついたんですね。私って公共放送のど真ん中にいて、マスコミのど真ん中にいたのに、どうしてこんなに温暖化がやばいことになってるのに今日まで気づかずにいたんだろうと、そんな思いがありまして、このままだとこれから生まれてくる子どもたち、あるいは今の若者たちの世代に、あなたはあの時マスコミにいたのにどうして手遅れになる前にちゃんと伝えてくれなかったのって絶対に言われるなと思って、それ以来15年以上こういう報道に携わってきたわけです。で、皆さんも今日先生というお立場でいらっしゃると思いますけど、これはって気づくまではここまでやばいことになってるってなかなか実感できないんですけれども、ぜひ今日どれくらいこの気候変動がですねギリギリな状況にあるかということを知っていただいて、早速明日からの教育にですね、知見を役立てていただければと念願しております。あの手この手でやるもんですから、私自身もですね、ある時は海の温暖化をテーマに、これもうちょっとプロデューサーの個人的特権で西島秀俊さんにちょっとフランスの科学探査船に乗っていただいてですね、一緒にロケを行ったりも、もちろん北野武さんにも出ていただいたんですけれども、ある時はこの渋沢栄一さん、今度夏から1万円札の肖像画になりますけれども、この方が唱えている、いわゆる論語とそろばんっていう道徳と経済は相反するものじゃないんだよっていう考え方とかは、実は今でいう SDGs の先駆けなんじゃないかっていうことで、渋沢栄一に学ぶ SDGs っていう番組も作ったことがありました。
皆さん、学校でも SDGs を教えていらっしゃると思います。今日私もこのバッジなんかつけてみたんですけれども、これ17の目標に一つ一つには決して優劣があるわけではございません。どれも等しく大事な目標なんですね。だけどこの SDGs のウェディングケーキっていうのをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。これはこの環境っていう土台が崩れてしまうと、その上に乗っかっている社会とか経済もガラガラガラッと崩れ落ちてしまいますよっていう、そういうことを表している図なんですね。まあこれは本当にとても大切な考え方なので、環境教育をするときに一番ベースになるべきことだと思います。今度今第6次環境基本計画を環境省で、制作中なんですけれども、そこにもこの SDGs のウェディングケーキという考え方は盛り込まれる予定になっております。まあこのほかお正月、おととしのお正月には NHK スペシャルの2030未来への分岐点というですね、番組を作って脱炭素について、お伝えしたり、あるいは去年の4月には脱炭素へのロードマップ、ビジネス界 1.5 度目標への挑戦という番組を放送したり、私自身も脱炭素革命への挑戦っていうことを本にしたりですね、今でこそニュースで脱炭素とか、あるいはカーボンニュートラルって言葉を聞かない日はないと思います。ただこれなかなかもともとは馴染みのない言葉でして、最初にツイッター、今でいう X のトレンドワードになったのは2017年の12月、私の作りました NHK スペシャル激変する世界ビジネス脱炭素革命の衝撃っていう番組の時でした。この時にはこれパリ協定も皆さんご存知ですかね。温暖化の国際合意なんですけど、まあ、産業革命前からの気温の上昇、世界の平均気温の上昇を2度未満に抑えましょうというのが、まあ、パリ協定だったんですけど、今ではこれもう2度目標じゃなくて 1.5 度目標っていうのに変わっています。でこれは、私もエジプトシャルムエルシェイクっていうところに取材に行った COP27 とかですね、去年の UAE の COP28 なんかで もうみんな訴えてるのは2度ではもはやなくて 1.5 度なんです。まあ、そんなこともありまして、このあとなぜ今日は 1.5 度がこんなに大事なのかということをお話ししていこうと思いますが、私たちマスメディアはメディアの垣根を越えて新聞、雑誌、テレビ、オンラインメディアが今国連と一緒に 1.5 度の約束、今すぐ動こう、気温上昇を止めるためにというキャンペーンをしています。まあ、私はテレビなものですから、去年の9月にもですね、 NHK のスタジオに民放のキャスターの方にもお集まりいただいて、これ一番左端は司会を務めた高瀬光三アナウンサー、今朝ドラブギウギのナレーションとか、去年は紅白歌合戦の司会も務められました。そのお隣は日テレのニュースエブリィという番組の鈴江アナウンサー、そのお隣はテレビ朝日の報道ステーションの山口アナウンサー、そして、そのお隣は TBS N スタの日比アナウンサー、テレビ東京松丸アナウンサー、そしてフジテレビの阿竹アナウンサーといったような方にお集まりいただいて、番組を作ったんですけど、せっかくの機会なのでまずこの時作った動画をご覧いただきたいと思います。1.5 度の約束、今すぐ動こう、気温上昇を止めるために。世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 1.5 度に抑えるために、国内メディアが集結し力を合わせ新たな取り組みを始める。そんな大きな一歩を昨年私たちは踏み出した。でもそれ以上のスピードで気候変動は進んでいる。事態はむしろ悪化している。もう一度自分たちに問いかけよう。この危機を乗り越えるためにもっとメディアにできることはないか。 CO2 をはじめとする
温室効果ガスを減らすアクションを自分たちはもちろん日本の人に、企業に、自治体に、政府に取り組んでもらうために何が必要か、私たちにできることはきっとまだまだあるはずだ。今すぐ動こう。気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。今すぐ動こう。気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。はい、これ人気キャスターに NHK にお集まりいただくのも大変だったんですが、まあ、私たち子どもたちにも親しみを持ってこの問題考えてほしいと思って、そらジローとかですねガチャピンに、来てもらったんですが、まあ、当時は夏の撮影だったんで、まあ、正直言って熱中症にならないようにこうガチャピン様たちにご休憩を取っていただきながら撮影するのがとても大変だったんですけれども、まあ、そんななんで苦労してまでこの 1.5 度って言ってるかと言いますと、これひとえに科学者からの警告だからなんですね。まあ、皆さんもうすうすおかしいということはもう気づいてらっしゃると思います。去年の夏は本当に暑かったですよね。まあ、あるいは線状降水帯とかですね、もう本当に何十年に一度っていうような豪雨がもう毎年のようにどこかで起きていたり、まあ、こんな風に新幹線が水没してしまうなんていうことも実際に起きて、これも気候変動の影響だけでプラス5000億円も被害が増加しているなんてことも明らかになっています。で、私もメンバーを務めてます世界経済フォーラムこれダボス会議のこの1月に出したグローバルリスクレポートの最新版でもですね、まあ、今後10年間で最も深刻なリスクとなり得るという項目の上からこう全部環境関係なんですね。1が異常気象、2がこれ、地球システムの危機的変化って後で説明しますティッピングポイントっていうのを超えちゃうんじゃないかっていうこと、それから生物多様性の喪失とか、まあ、そういったことが全部上から順に、こういう問題が環境の問題が挙げられておりまして、これはもう誰かに任せておけばいいということではなくて、学校の先生もそれから自治体も本当に避けて通れない自分ごとにして考えなきゃいけない重要な問題になっているということです。で、これ教科としてね、気候変動とか温暖化って何の授業で教えればいいのかって、まあ、もちろんいろいろ指導要領で項目分けはされていたりはするんですけれども、一つはこれ気候変動って実は物理の法則で動いてるんですね。だからこの真鍋淑郎さんっていう博士が、ノーベル物理学賞というのを温暖化の予測シミュレーションを世界に先駆けて開発したっていうことで受賞していらっしゃいます。ですから、ある程度の未来がこれいろんなデータをインプットすると予測できるということになってます。ただ科学者たちが予見している未来っていうのはとっても厳しいものです。プラネタリーバウンダリーっていう言葉があります。これ地球の限界とか惑星の限界っていうふうに訳しますが、本来だったらこの緑色のゾーンの中に収まってなきゃいけないようなことが全部、生物多様性、例えば種の絶滅のスピードとかも真っ赤っかになってますし、これ新規化学物質っていうのはプラスチックなんかの問題を言ってるんですけど、これも真っ赤っか。そして今気候変動がもっと真っ赤っかになってしまうんではないかということが懸念されているわけです。まあ、それにしても最初2度目標だったのがどうして今 1.5 度目標になっているのかといいますと、これ2018年に発表された IPCC の報告書がきっかけでした。まあ、ぶっちゃけ科学者たちに2度と 1.5 度、どれくらい影響に違いがあるのか調べさせたんですね。そうしましたら、端的に言って2度では危ないと、 1.5 度になんとか抑えなきゃいけないと。そうすると 1.5 度に抑えるためには2030年までに CO2 とかの温室効果ガスをほぼ半減、そして2050年までには実質ゼロ、吸収する分と合わせて差し引きゼロにしなきゃいけないってことが、これ科学者の計算で分かった、
このことが実は脱炭素ってことの意味であり、カーボンニュートラルってことの意味なんです。だから科学者が言ってるからやってるわけですね。でも私よく箱根駅伝に例えるんですけれども、今まで人類はどん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 温室効果ガスを CO2 を出して、いわば箱根の山登りの道を歩いて走っていった。これをまだ足の子ついてないけど、今すぐ山下りに転じてダットのごとく小田原中継所過ぎて大手町のゴールまでガーッとこう駆け下りていかないと、とってもこの青いラインの 1.5 度っていうのは達成できないんですが、見ての通りこうだったのこうですから、ものすごく難しいことだということが分かります。そして何よりも2100年とか遠い未来のことではなくって、なんと2030年よりも前にこの 1.5 度に到達してしまうかもしれないっていうことが最新の研究で、言われ始めています。あと結構矢後さんの中にもですね、いまだに、人間活動で、つまり CO2 とかが原因で温暖化してるんじゃない、あれは太陽活動が原因でとか、本当は氷河期に向かってるとかいう人たまにいまだにいらっしゃるんですけれども、まあもちろん親御さんに向かって完全無視っていう言い方はできないんですけど、まあぶっちゃけ完全に無視してもらってもいいような話になってます。なぜかっていうと、いまだにそんなことを SNS とか本屋さんで、本書いて売れてる人とかいるんですけど、専門家でも何でもないんですよ。本物の科学者、この分野の気候変動の専門家はもう2021年の8月に、我々人間の活動によるそういう CO2 とかで温暖化していることには疑う余地がないと断言しています。今まで科学的には 90% 以上とか 95% 以上の確率でって言い続けてきたことが、もう2021年以降疑う余地がないと断言してる。もう逆に疑ってる暇も今ないくらいなんですけど、なので物の言い方は、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけませんけれども、自信を持って先生方このことは教えていただきたいなというふうに思います。で、それでも今日の気温が10度なのと 10.5 度なのと、まあ、大して違わないじゃないか 0.5 度なんてって内心を持ってらっしゃるかもしれません。でも世界の気温がおしなべてこう 0.5 度上昇するっていうのはやっぱりとても大きな変化が起きるんですね。例えば50年に一度の高温、こちらは今でさえ、今もう 1.1 度以上上がってるってことになってるんですけど、約 4.8 倍起きやすくなっています。これが 1.5 度上昇すると約9倍、2度上昇すると約14倍、4度上昇すると40倍近く起こりやすくなると、もう科学的に分かっています。そして10年に一度の大雨、こちらも頻度も強度も正比例的に強く激しくなっていくことが分かっています。そして10年に一度の干ばつ、まあ、四国はねちょっとなかなか水ため池の問題とかあって、日本の中では干ばつ気にしてらっしゃるかもしれませんけど、まあ、日本は水が豊かだしとか思ってるかもしれませんけど、これは日本って食料の輸入国ですよね。例えばウクライナとかで戦争が起きると小麦の値段があっという間にブワッと上がって、パンとか、まあ、お隣ね、うどん県の方とかもいっぱいこの値上がりしちゃったっていうのを身に染みてらっしゃると思いますけど、こう世界の穀倉地帯、ヨーロッパとかアメリカとか、それからオーストラリア、中国といったところが干ばつに見舞われますと、もう日本に値段が高くなるどころか売ってくれない可能性すらあるっていうことで、こちらも我々にとってとても深刻な問題なわけですね。でも、まあ、私が今こんなに声を大にして科学者の警告を伝えたいと思っているのは、こういう正比例的な変化もとても難しい、大変なんですけれども、もう一つ後戻りできない転換点というものがあります。気候変動にはこれ臨界点と訳したりする時もあるんですが、ティッピングポイントっていう言い方をします。要はさっき気候変動物理の法則で動いていると言いましたが、
あるポイントまでは緩やかにこう一定の変化で来ているものが、ポイント過ぎるとピョンと跳ね上がって二度と元に戻らなくなるような、そんな変化が起きることが知られています。例えば参考書、さっきの、西島秀俊さんと一緒に参考書の問題やったんですけど、今でも例えば海の海水温が上がると発火ってして骨がなんか白くなる現象が起きて、これサンゴって死んでしまうんですけど、 1.5 度の上昇でも7割から8割は死んでしまうと見られています。ところがたった 0.5 度気温が上がって2度に なるとなんと絶滅してしまうんですね。もう後戻りできない変化が起きる。これ生物多様性のゆりかごって言われているサンゴに壊滅的なダメージが起きる。それからグリーンランドの氷、これは陸上の氷っていうのは溶けると海面上昇につながるんですけど、こちらも2度を超えると溶けるのが止まらなくなるっていうふうに見られています。もう溶け続けるってことですね。でこの研究発表されたのは2016年頃のことだったんですけど、その時は西南極の氷は4度ぐらい上昇しないと溶けるのが止まらなくなることはないって言われてたんですけど、たったこの7年8年の研究でなんと西南極も2度を超えるとやっぱり溶けるのが止まらなくなって相当危ないということが判明しました。ということで今こうした気候を研究しているヨハン・ロックストローム博士という方がいらして、ドイツのポツダム気候影響研究所というところの所長さんなんですけれども、その方が唱えているホットハウス・アースっていう理論があります。こちらもちょっと聞くと怖くなっちゃう理論なんですけど、ホットハウスって温室ってことなんで、温室化された地球っていうのが直訳なんですけど、いわば灼熱地球に向かってどんどんこれからドミノ倒しが起きちゃうよっていう、そんな理論なんですね。これもどういうことかっていうと、例えば今でも北極海の海の上には白い氷が夏でも覆っています。皆さん夏は白い洋服を着る、これ制服もね白になったりしますけど、なぜかこう白の方が光をこう反射してアルベド効果といいますけど、熱を逃がす効果が高いんで温暖化を食い止めているんですね。ところがその白い氷が溶けて海の色が現れますと、海は青いな綺麗だなとか言っても、白に比べたら圧倒的に黒い色、暗い色をしているから熱を吸収してしまう。そうするとますます温暖化が進んで、その玉突きで今度はシベリアの永久凍土、こちらの中に眠っていたメタンガスがブク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 っと溶け出してきてしまう。これメタンって理科の先生はご存知かもしれませんけど、CO2 の28倍も温室効果が強い温室効果ガスなんですね。このネタコがブク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 ってこう目覚めてしまうことで、また温暖化が進んで、今度はその玉突きで大気の流れ、ジェット気流とか熱源循環って言われるようなものが結構変わってしまい、そうするとまたその玉突きでアマゾンの熱帯雨林に雨が降らなくなると。今はアマゾンの熱帯雨林は森ですから CO2 をしっかり吸収してくれてるんですけど、もうサバンナみたいになって逆に CO2 を吐き出す側に回る。そんなこんなでまた温暖化が進んで、最終的には全部ドミノが倒れると、東南極ってこれ厚さが2000メートルぐらいある分厚い氷なのにもかかわらず、こうした氷まで溶けてしまうような事態になるよという、そんな怖い理論なんですね。もちろん南極の氷が溶けるのにはすごい千年単位の時間かかるんですけれども、私たちのこの世代でその引き金を引いてしまう可能性があると。ということで2度は危険だと。これはサッカーで言えばペナルティーエリアです。近づかないようにしましょう。だから 1.5 度っていうのはいわば地球のガードレールです、あるいは人類の防衛ラインです。
ここを超えないようにしましょうっていうことで、私たちマスコミも 1.5 度って言って、今ビジネス界でも県でもゼロカーボンを目指して 1.5 度っていうことを言ってるというのが今の現状なんですね。こう先生方ご自身がこのことを理解して納得して子どもたちに伝える努力をしていただくと、だいぶ腹落ちが違ってくると思います。ところが今入ってきているのはバッドニュースばっかりなんですよ。もうすでに北極圏のシベリア、北極圏ですよ、ここで気温が38度を観測していたり、カナダで 49.6 度を観測していたり、なんと去年は過去12万5000年間で最も暑い夏だったってことが分かっており、まあ暮れには世界の平均気温は観測史上最高だったってことがですね、 WMO 世界気象機関からも発表されています。なんと 1.5 度って今言ってんのに、まあ単年度1年だけ見ると去年だけで 1.4 度も上昇してしまってるってことも明らかになっています。まあ、これ科学的には本当に 1.5 度目標を突破するっていうのは10年平均で突破することを言うので、まあもちろん1回だけ超えたからって言ってずっと超えるわけではないんですけれども、それにしてもギリギリなわけですね。でさっき非常にこの海面上昇心配だと言いましたが、なんと去年の2月に発表されたその WMO のリポートではこうすっごいショックなことが書かれてるんですよ。私ちょうどその WMO の事務局長さんが日本に来日した時に直接インタビューしたんですけど、海面上昇のことを聞いたらもう悲しそうな顔で、ちょっと負け戦なんですよねって言うんですよ。どういうことですかって言ったら、温暖化を仮に 1.5 度に抑えることができても、今後2000年の間に世界の海水面は約2メートルから3メートル上昇し続けるってことがもう明らかになったって言うんですよ。そんなの聞いてないよっていう感じで、もちろん 1.5 度に抑えた方がゆっくり上がりますから大事なんですけれども、ちなみに気温が5度上がった日にはなんと22メートルも海面上昇するってことが計算で明らかになってます。これも大変ですよ。東京水没です。台東区とか墨田区とかみんな海抜0メートル地帯。まあでも先のそんな2000年後の話だろうと思ってたらそうでもなくて、まあ、CO2 の排出が高排出の場合には IPCC でも2100年に2メートル、2150年に5メートル、2300年に15メートルを超える海面上昇の可能性は排除できないなんてことが書かれています。さて、皆さん方の徳島県はどうでしょうか。はい、こちら、まあちょっと海沿いの一部だけですけれども、3メートル海面上昇すると、この赤で示したところは沈んでしまう地域です。ふるさと喪失です。このエリアにある小学校の方とか中学校も今日来てらっしゃるんじゃないでしょうか。これネットでズームインすると全部もっと細かいところまで、見えるんですけれども、ですからこのままの気候変動が続いていったら、これは徳島にとっても、そして私たちの子どもや孫の世代にとっても本当に大ピンチということなんですね。でこれだけではありません。海水温がめっちゃ赤くなって上昇します。そうするとこの真っ赤っかになった海の上を台風とかこの線状降水帯とかが通ってやってきます。そうすると当然たくさん水蒸気を含んで強い台風、バーッと雨が降る、そんなことが起きるんですね。これも物理の法則で、一度気温が上昇すると含まれる水蒸気の量は 7% 増えると、もうこれ物理の法則で決まってるんで、これから気温が上がっていけばどんどん強いそういう水蒸気をたっぷり含んだ雨が降るということになります。で、すでにこういうことはもう世界で起きててですね、2022年にはパキスタンで3300万人が被災した大洪水が起きました。ずっと雨が降り続けたんですね。かと思うと同じ年フランスではですね、こんな500年に一度と言われるような大干ばつが起きました。これはフランスの大河ロワール川、私も1年フランスに留学してたことがあって、このロワール川のほとりに
ホームステイしてたことがあるんですけど、本当は周りにお城がね、ロワールの古城巡りなんて素敵なお城がいっぱいあって、観光船がぐわーっと通る素敵なとこなんですけど、全然もう全く雨が降らなくてこんな風になってしまい、余談ですけど、フランス原発大国で日本と違って川沿いに原発があるから冷却水を川から取るんですけど、こんなカラッカラになっちゃったもんだから原発の冷却水取れなくて、この年は半分以上原発動かすことができなかったっていうような、そんな異常事態も起きてるんですね。で、それにしてもどうしてこんな雨と乾き、この熱波とかが同時に起きるのか。でもこれが実は気候変動のこのメカニズムで、要は温暖化って北極がすごく温まるってことを意味してるから、相対的には熱帯地域との温度差が減ることを意味しています。そうすると、これ風の流れっていうのはやっぱたくさん温度差があった方が強く吹きますから、要は風がまったりと流れて、しかも蛇行することが分かっています。そうしますと一箇所にこう留まり続けるリスクが増えるんですね。だから運悪く雨が降り続けるところに入ったとか人たちはずっと雨に見舞われて、そのお隣では今度は高気圧、熱波にバーッと襲われたところも気温があの気圧がそのままの配置でずっとカラッカラのこういう山火事とか、あの干ばつを起こすような大気がとどまり続けるっていう極端な現象がこれから起きやすくなるっていうことが知られています。まあそんなこんなで、なかなか今の世界は大ピンチなんですけれども、さっき箱根駅伝なんとか山下りに転じなきゃいけないって言ったんだけど、現実の CO2 どうなってるでしょうか。1ミリも減ってません、残念ながら。実はコロナの時にあれほど飛行機飛ばなかったり工場が休止したりして、1年だけ 6% マイナスになった年があったんですね。だけどあっという間に翌年体重と一緒でリバウンドしちゃって、今はまあ史上最高値、しかもこのまま赤色の現状の対策取ってるだけでは全然減らなくて、でこれを青のラインに下げるためには本当にすごい抜本的な改革をしない限りなかなか減らないっていうのが今の現状、もう大ピンチなわけです。というわけで去年の3月に IPCC が、まあ、科学者からの最終警告とでも言うべき報告書を出しました。ここにはこんなふうに書かれています。気候変動は人類の幸福と地球の健康に対する脅威である。この10年間に行う選択や実施する対策は現在から数千年先まで影響する。確信度が非常に高い。ちょっと呪いの言葉みたいなんですけども、これいわばもう今が本当にラストチャンスですよと。例えはちょっと悪いんですけど、あえてがん患者さんに例えますと、地球はいわばステージ4ですよ。今ならまだ大手術をするとか体質を全部改善するとかすれば助かる見込みはあるんだけれども、間もなくそれが言えなくなってしまう。で、科学者たちが次にこういう大規模のこう報告書を発表するのは7年後ぐらいと見られているんですけれども、その時は残念ですね、ちょっと手遅れになってるかもしれませんっていうことを言われてしまうかもしれないということで、実は今時間との戦いが始まってるんですね。これいわば今回の能登半島の地震とか、あるいはコロナと一緒で有事対応が必要な、そんな状況なわけです。皆さんも今日ここに聞きに来てくださったり、普段から学校でも温暖化の問題大事だなとか思って多分気を止めてくださっていると思うんですけれども、ここまでやばい、切迫してるっていうふうには実は思ってらっしゃらなかったのではないかと思います。ところが現状はこういう本当に時間との戦いが始まってるということなんですね。ですからよく2030年までの6年間が正念場だということを言っています。でもちろん南極の氷が全部溶けたら海面60メートルも上昇しちゃって、まあ縄文海進みたいな時代に戻ってしまうんですけれども、まあそれはもう私たちが見ることのない時代だとしても、さっきも言った通りその引き金は
もう実は私たちの世代が引いてしまうかもしれない。それを避けるためにはやっぱり脱炭素社会へのパラダイムシフトっていうのがどうしても必要です。で、このパラダイムシフトっていうのは前例のない規模の変化のことを言います。これちょっと日本人この前例のない規模の変化って苦手なんですよね。どうですか先生方も前例大好きですよね。前例踏襲、これが日本人の本当に前例に縛られちゃうのが日本人なんですけど、まあ、それをやってる限りはこの問題解決しないってくらいな今状況になっておりまして、世界中で野心的なゼロカーボン競争というのが始まっています。で、日本の目標2030年までに 46% 目標引き上げるよっていうのもとても難しい目標なんですが、 EU やイギリスなんてかな、などではもっと高い目標を掲げていますし、アメリカでもトランプの時にはですね、温暖化なんか嘘だとか言ってたんですけど、今のバイデン政権は日本よりも高い目標を掲げてかなりのお金を投入しています。でこれはもう対中国にやっぱり脱炭素のビジネスを取られてしまっては困るということで本気でやってますし、まあ、その中国とかインド新興国ですから、まあ、宣言している時代は少し先進国よりは遅いんですけど、皆さんが思う以上にいろんな政策を打ってます。何しろトップダウンの国なんでめちゃめちゃやるときはやるとか早いんですね。さて皆さん、じゃあこの問題解決するためにはどうしたらいいんでしょうか。何が必要なんでしょうか。これも科学者がはっきりともう解決策を示しています。実はこれは再生可能エネルギーへのエネルギー転換を主流化するっていうことです。で、もう去年ですね、12月に開かれた COP28 では2030年までに再エネを3倍に増やす、まあ、エネルギー効率を2倍、これ省エネっていうことなんですけど、これをやった上で3倍にしましょうっていうのを世界の合意に新たに決まったりもしています。で、なんか日本の場合はなかなか再エネが高いしちょっとネガティブなイメージを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、世界では今一番再エネが安い電気なんですね。原子力よりも、それから石炭よりもガスよりも今太陽光とか風力の方が圧倒的に安くて、これ2020年でこれくらい差がついてたので、今もその後戦争が起きてますからさらにもっと再エネの方が安くなっています。でも他にもいろんなやり方あるんじゃないかなって思ってらっしゃるかもしれません。確かにあるんです。こちらも IPCC が出したグラフで、このグラフの見方は棒が長いほど量がたくさん入る、削減たくさんすることができる CO2 をで、赤いのはその代わりやるのに値段が高くかかりますよ、コストが高いよってことを示していて、青は安い値段でそれを行うことができるっていうことを示してるんですけど、まあ見ての通りもう圧倒的にやっぱり太陽と風力、これが安くてたくさん CO2 を削減できるっていうことなんですね。まあ他にも化石燃料から CO2 を回収するとか、あるいは原子力とかありますけど、実は思ったほどたくさん入らなくて、もうほんのちょっとの効果しかないし、しかもめっちゃ高いということが科学的に明らかなんです。だからもちろん研究したりすることが全部ダメだとは言わないんですけれども、まあ、圧倒的に再エネを導入するのが一番の近道なんですね。だから今世界では再生可能エネルギー 100% で事業運営をする企業がどんどん増えています。でも皆さん、なんか再エネにもちょっと悪いイメージ持ってません？メガソーラーなんかいっぱい作ると土砂崩れが起きてね、崖崩れが起きて大変だとか、あるいはなんか素敵な風光明媚なところに陸上風力バー作ったらこれはなんか景観台無しだとか、いろんなことあると思います。もちろん再エネにもいい再エネと悪い再エネがあります。だからそんな土砂崩れが起きるようなところ、しかも森を切り開いてメガソーラーなんか作るのもってのほかだし、これはむしろちゃんとゾーニングっていって環境アセスメントをしっかりやって食い止めなきゃいけないんですけれども、まあでも世の中にはそんな乱開発をしなくても今日本にはたくさん再エネのポテンシャルは実はあるんですね。
十分日本の電力を賄えるだけの、再エネはある。どこにあるか。一つは建物、これは屋根とかビルとかの屋上とか、あるいはカーポートとかそういう駐車場の屋根とかですね、そういったところをうまく使っていくだけでもういっぱい可能性がある。でこれからはなんとペロブスカイトっていう薄型のペラペラの新しいタイプの太陽電池とかも出てきていて、ペタッとこう縦型に貼ったりすることもできて、どん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 そういう可能性は増えていく。でもう一つはこのソーラーシェアリングっていうのをご存知かどうか分かりませんが、太陽光パネルの下で農作物を作ることができるんですね。こういう使い方をすると今まで耕作放棄地って言われて、荒れっぱなしになってた、まあ今いっぱいありますよね、この地方の里山の方とかにも、こういうところに、うまくエネルギーも食べ物も一緒に作れる、で地域も元気になるような、そういったものを作っていくことができて、これもすごい大きな可能性がある。あとはそして、洋上の風力です。こちらもすごく漁業の人たちとちゃんと話し合いをすれば、かえってその風力の機械のところがですね、魚礁になってお魚もちゃんと取れるようになるっていうようなことも分かっています。ですから、まあ、再エネ、このどこが適切な場所なのかっていうのをしっかり、いい再エネ悪い再エネを瞬別して、もうどんどんこれを増やしていくっていう必要があるわけです。それにしてもなんでこんなに化石燃料悪者にされなきゃいけないのか、ここが分かって教えるのとそうじゃないのとだいぶ違うので、ちょっと今日おさらいしてみますね。これも実は IPCC が2013年に発表した1枚のグラフがきっかけだったんです。これ CO2 排出量と気温上昇はほぼ正比例ですよってグラフで、今聞くと当たり前じゃないかって思うかもしれないんですけど、当時はさっきの疑ってかかってる人がいっぱいいましたから、このグラフが出たのはとても意味があったんですね。なんでかっていうと、このグラフによって物理どころか子どもの算数の割り算で計算ができるようになっちゃった。つまり上限、気温を2度に抑えるんだったらあとどれくらい CO2 を出すことができるか、あるいは気温を 1.5 度に抑えるんだったらどれくらい CO2 を出すことができるか、割り算でパッと数字が出るようになっちゃったんです。でこれをカーボンバジェット、炭素予算と言います。こう本当とっても重要な概念で、まあ欧米で気候変動教育が義務教育化されているイタリアなんかではもう真っ先に教える概念なんですけれども、日本では残念ながらあまり、もうマスコミも悪いんですけど、このカーボンバジェットっていう考え方が知られていなくって、先生方もこの概念多分ご存じないのではないかなと思います。これを使いますと、この上限を超えて CO2 燃やした企業とかそういう国とかは地球を壊した犯人って言われちゃいますから、やっぱり燃やせないんですね。でそうすると、仮に地下資源が石油石炭天然ガス埋まってても、多分その3分の2はもはや使用できない、燃やせない炭素になるっていうふうに計算されています。でこれは要するに持ってても不良債権になるってことなんですね。これ座礁資産という言い方までしますけれども、そういうことが2013年に分かったので、以降もう世界中でこの化石燃料からいかに早く脱却するかという競争が起きています。なのに日本だけが今 G7 の中でまだ7割以上火力発電に頼っているから、どうしても CO2 いっぱい出しちゃってるんです。電力の1キロワット時あたりの CO2 排出量というのをこんな風にグラフにしてみると、 G7 で日本はワースト1位、ダントツなんですね。いやちょっと恥ずかしい。で、去年の COP28 の UAE コンセンサスでは、この10年間で化石燃料からの脱却を加速するっていうふうに、はっきりと書かれました、この合意文書に。なのでこれを今化石燃料からの脱却を競い合ってるのに、日本だけが全然できていないと。
というわけで、日本というのはこの NGO からですね、化石賞というちょっと不名誉な温暖化対策に逆行する賞を与えられちゃったりしてます。ね、ちょっとピカチュウもびっくり、こんなとこで使わないでくれっていう感じの感じになってるんですけれども、これはなんでこんなに日本が批判されるかっていうと、ここがとっても重要なポイントなんですけど、実は私がこんなに15年以上気候変動のことを訴え続けているのには、気候変動ってやっぱり正義がない、気候正義っていうものがないんじゃないかっていうふうに強く感じてるからなんですね。これクライメートジャスティスって言いますが、どういうことかっていうと、さっきパキスタン3300万人の人が洪水で家を失い、もうね、寒い中野ざらしになってる、そんな被害を真っ先に受けてしまったということをお話ししましたけど、パキスタンの人はこれまで歴史的に CO2 出してきたんでしょうか。彼らとっても貧しい国で、まだ電気が来てないようなそんな地域もあります。なのに被害だけは一番そういう脆弱な地域が真っ先に受けちゃう。南太平洋の島々とかバングラディシュとかもそうです。で、これマッパ Most Affected People and Areas、 最も影響を受ける人々と地域っていう言い方もしますけれども、とても、この弱い立場の人たちの間に格差がおかしいじゃないか、不条理じゃないかっていうことがあります。もう一つ大きな格差があるの分かりますか。それは世代間の格差です。私たち大人がしでかしたことのせいで、子どもたちの世代、そしてこれから生まれてくる未来世代がとんでもない大変な時代を生きていかなきゃいけなくなる。もう熱中症とかで甲子園とかやってる場合じゃなくなっちゃいますよ。あるいはもうエアコンの効きが悪くて、夏とてもクーラーかけても、もうかけてもかけても勉強暑くてできないっていうような、あるいはもう洪水ばっかり起きて学校にさえ行けないとか、そんな時代の中で子どもたちが暮らしていかなきゃいけない。でも彼ら何を悪いことしたんでしょうか。何一つ悪いことしてないのに、大人がしでかしたことのためにこういうことが起きるのは不公平じゃないかっていうことで、このクライメートジャスティスって考え方があるんですね。それに立つと、これ南太平洋にツバルっていう国があって、よく温暖化でもね、皆さんも教えたことあるかもしれませんけど、真っ先に沈んでいく国の一つって言われてますけど、これパビリオンのアート展示だったんですけど、見ていただきたいのは、北極熊が救命胴衣着てるのもあれなんですけど、左端ペンギンが公主系になってる、ちょっとシュールなアート、外国人の方こういうのを作ったりするんですけど、でもこれシャレじゃないんですよ。2度上昇はツバルにとっては死刑宣告と同じだってことを表してる、そういうアートなんですね。だから私たち日本は魔界なりにも先進国なんですね。なのにその責任を果たしていなくて、石炭火力をいつまでにやめるっていう、そういうフェーズアウトの期限を示していないのは、 G7 の中で日本ただ1カ国だけなんですよ。他の6カ国はアメリカでさえ示してるのに。それどころか、なんかそこにちょっとアンモニアとか混ぜて炊けば、それでちょっと減るから大丈夫みたいなこと言ってるんですけど、これ全然おかしな話で、アンモニアって確かに化学式から見ると燃やした時には CO2 出ないんですが、ちょっとギャグ漫画みたいな話で、今のアンモニアはなんと化石燃料から作ってるから、そのアンモニアを作る時に CO2 を出すんですね。だから差し引きするともうちょっと 4% しか減らない、ゼロにしましょうって言ってる時に 4% 減ってドヤドヤとか言ってもですね、周りの人はみんなキョトンとして、え、ゼロを目指してるの何言ってるんですか、もう石炭火力やめた方が早いじゃないですかっていうような状況が今の日本です。これが進んでいないので、日本の EV シフトっていうのもとっても遅れています。で、なかなかもう世界ではですね、ハイブリッドさえも売れないっていうような、そんな時代に突入しているんですけれども、一部水
素を合成燃料で混ぜたようなそういうものも認められた例外が去年作られたので、空見たことかという方いるんですけど、こちらも実は9割以上が EV で、1割っていうのは例外規定に過ぎないっていうふうに考えられています。というわけで、まあね、こんなふうに走行距離がみんな短いんじゃないかって言うけど、実際には1回の充電で800キロ走れる EV トラックもアメリカでペプシコっていうコーラの会社もう納品してテスラ動いてます。あとは中国の BYD っていう電気自動車メーカーが作ってる電気自動車も安かろう悪かろうではなくですね、すごい高性能で日本に進出しています。まあ、そんなこんなで、まあ、私たちこの再エネとか EV をしっかり使っていかないと世界とも戦っていけないっていう状況になってるんですね。でも皆さん再エネって不安定だと思ってませんか？あ、その通りです。お日様が照らなかったら発電しないし、風が吹かなかったら風車回らない、もうめっちゃ不安定なんです。 なぜじゃあ世界ではそんなにたくさん再エネ使ってると思いますか？実は今最新の AI を使った天気予報や、まあ、そういった気象予測のモデルを使えばほぼどれくらい発電するかってピタッと予測することができるようになってきてるんですね。でしかもそれに合わせて使う側の需要のコントロールっていうんですけど、省エネをしたりするしてピタッとそれに発電量と合わせるような技術も開発されていて、これを使えば不安定な再エネでも、系統と言われる送電網に負担かけずに運用できることが分かっています。なのに日本だけが再エネは不安定だから不安定だからって言ってこれの実験を全くやっていないので、いつまでたっても次に進めないっていうのが状況なんですね。まあ、それどころか将来は、まあ、将来の送電網っていうのはデジタル化されたエネルギーのインターネットみたいなのになるっていうふうに考えられてて、まあ、要するに EV 電気自動車とかは送電網から電気をもらうだけじゃなくって蓄電池に貯めといた分を余ってる時には送電網にこう送り返すっていう、そんな双方向のやり取りができるようになるっていうふうに将来考えられています。これをビークルトゥグリッド V2G って言うんですけど、要するにこれから私たちが生きていく時代はそういうデジタル技術とグリーン、この GX ですね、皆さんも本当に徳島 GX スクールっていうすごい仕組みができて頑張っておられるというのを聞いてますけれども、この DX と GX、 ここが掛け合わさったところにこそ、そこでみんな知恵を出したり産業の伸びしろ、ビジネスの伸びしろがある、これから生きていく、未来を生きていく子どもたちはこういう世界に就職していくっていうことなんですね。だからそういうトータルビジョンをちゃんと私たち教える側、大人が持っていないとなかなか枝葉だけを見て大事な森を見ていないということになります。まあ、一つ例を取るとアップルさんとか、まあ、再エネ 100% も特に達成してですね、2030年までにカーボンニュートラルを実現するっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、これもなんかそういうお金持ちの企業だけがやってればいいじゃないかって思うかもしれませんが、実はこれ iPhone です。でここにはカメラ CMOS イメージセンサーっていうのがついていて、これはソニーの熊本工場で作ってます。でこれをアップルさんに部品として納品してるわけですね。つまり日本にはそういう企業が地方にもいっぱいあります。この中には例えばコンデンサーっていう部品とか半導体とか、まあ、いろんな太陽ユーデさんとか浦田製作所さんとか入ってるんですけど、こういうサプライヤーって言われる部品メーカーさんはこれから先再エネで作った部品しかもう納品できない、そんな時代がもう来ています。あるいは徳島県の工業団地、再エネが使えなかったら誰も来てくれないっていう、そこまで世の中変わってきています。それどころか今アップルなんかはもうそもそも地下に資源掘りに行きませんと。これ携帯電話だったらこれを回収して地下資源ではなくこの地上資源って言われる都市鉱山みたいなものから作りますよって、ね、パソコンとかでもアルミニウムとか地下に掘りに行くんじゃなくて
全部元の製品回収して作りますよっていうことを株主に言っちゃってます。ですからもう我々が将来暮らしていく世界はそういうふうに、特に子どもたちが就職していく世界はそういうことになってるわけですね。これがまさにサーキュラーエコノミーって言われるものが実際に導入された経済になってるわけで、生産、消費、廃棄と一方通行だったのをこうぐる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 回る、そういうエコノミーに変えていきましょうよと。で、私自身も脱プラスチックへの挑戦なんていう本も書いて、これよくプラスチック問題でも皆さん、勉強ね、学校でも最近ここ数年プラスチックの問題、海洋プラスチックの問題大きな話題になりましたから、教えられた方もいらっしゃると思います。で、今日の発表にもあるようですけれども、で、このサーキュラーってよくプラスチックの問題で捉えられていて、ウミガメかわいそうとか、クジラのお腹からレジ袋がいっぱい出てきたとか、なんかお魚とか人間の血液からマイクロプラスチックがいっぱい出てきて生態系の影響大変、まあ、その通りなんです。生態系大事なんですけど、これ実は気候変動対策と関係してるってご存知でしたか？なぜでしょう？ここにたまたまペットボトルがあります。このペットボトル何からできてるんでしょうか？これ石油からできてるんですね。ということはこれを減らすっていうことは化石燃料を減らすってことになるから、要するにペットボトル減らすこともサーキュラーエコノミーも気候変動対策としてもやってるってことなんですね。これなかなか日本人にうまく伝わってないんですね。だからリサイクルももちろん大事だけど、これはこのリサイクルするのにもエネルギー使ってるから一番大事なのは減らすことなんですね。まあヨーロッパとか行きますともう大きな変化が起きてます。私イギリスにこのコップに取材に行った時とか、これ左上はフィッシュ&チップスってイギリス名物のお魚のねお料理なんですけど、入ってるパッケージはもう絶対プラスチックじゃありません。もう禁止なんです、法律で使い捨てのプラスチック容器。それからフォークナイフも間伐材とかで作ってたり、このプラスチックのカップもリユースカップといって紅茶飲むのも一回会場で集めてまた洗って使うみたいな、繰り返し使うものが当たり前に使われています。だから本当はね、大阪万博とかも当然そういうプラスチックフリー万博にしなきゃいけないのに、なぜか何年経ってもそれ私も進言してるんですけど、全然ちょっと無理っすみたいなこと言ってても頭にきてるんですけれども、まあそれはさておき、ちょっと11月にパリのユネスコに取材に行ってきて、一緒にコラボしてる案件があるので行ってきた時に、エールフランス機内の飛行機に乗った時もこんな風に間伐材のナイフフォークでしたし、出てきた朝食のこれはオレンジジュースね、紙のストローでしたし、パッケージにはよく見ると ABCDE っていうこう一目でこの環境の性能が分かる表示がつけられていて、これは B って書いてあるんですけれども、あと何よりもビオって書いてありました。これビオって実はオーガニックっていう意味なんですけれども、実はオーガニック、これすっごいヨーロッパでは当たり前になってるんですけど、有機農業ですね、これも気候変動対策でやってる。単に健康で美味しいとかいうことだけじゃなくて気候変動対策でやってる。なぜだか分かりますか？これは有機ってことは化学肥料を使わないってことですよね。化学肥料何からできてるんでしょうか？またこれ石油からできてるんですね。だからヨーロッパなんかでは本当あらゆるものが気候変動対策と結びついているわけです。そして一番驚いたのはレストランのメニューにも CO2 の排出量が記載されている、そんなレストランまで現れていました。ね、スコティッシュビーフバーガーよりもビーガンパスタっていう野菜のパスタの方が、CO2 排出量が少ないってことが一目でわかる。そうすると消費者はそれを自ら選ぶっていうことができるようになる。もうそんな時代が来てるっていうことになっています。さあここまで聞いてきて、でも皆さんちょっと気持ちがドヨーンとしてしまったんではないでしょうか。なんか温暖化大変そうだな、なんか我慢しなきゃいけないんじゃないかな、
コストかかるよねとか、もっと気持ちがドヨンとしてしまっている方もいらっしゃると思うんですけど、本当は温暖化対策を取りながらもっと快適な街づくりとか、それから暮らしが良くなるっていう、街が良くなるっていうことを一石二鳥三鳥でやることっていうのは十分にできるんですね。例えばこれは台風が大きな台風が来た時に千葉で、停電しない道の駅がありました。大停電が起きた時に睦沢っていう町の道の駅なんですけれども、なぜかっていうと直前に睦沢スマートウェルネスタウンっていう町営のこういう施設を作ってたんですね。でもこれって温暖化対策で作ったのかっていうと全然そうじゃなかった、太陽光パネルが載ってたり天然ガスの自家発電があったりするんですけど、これは本当はお年寄りが健康増進のために温水プールで泳いで、あとしかもお年寄りが仲良く集まっておしゃべりしたりできるようなそういう施設として作った。あるいはそこのウェルネスタウンにはちゃんと屋根に太陽光が載ってる町営住宅があるんですけど、これも少子化対策のために若い子育て世代が安い値段で電気代が安いそんな町営住宅を作るって目的で作った。たまたまそれをやったことが気候変動対策にもつながってるよっていうことで、この一石二鳥三鳥になるアイデアをいかに出せるかが、ポイントになってきます。特に住まいはとっても大事なんですね。学校で教えていくときにもやっぱり、どうしてもこういうグローバルな大きな話ってなかなか特に小学生のお子様とか理解してもらうのにはまだまだ難しいと思うし、大事なのはやっぱ衣食住っていうそういう身近な話題に引きつけて教えていくってことが一番大事だと思うんですけれども、住まいは特に大事なんですね。屋根の上にこの太陽光パネルをつける東京なんかではこれから義務化になってるんですけれども、徳島もこれから変わっていくかもしれませんし、あと全部が新築じゃないので既存のそういう建物も断熱性能を強化しなきゃいけない。だけどこれって温暖化のためにやるっていうよりは本当は健康とか医療費削減のためにも役立つんですね。皆さんヒートショックって言葉聞いたことあります？よく田舎の家、うちも田舎の家のリビングだけが暖かくてちょっと外に出るとなんか廊下とかお風呂とかうわ寒いっつって心臓がキュッてなっちゃったり脳梗塞を起こしちゃったりとかする、そういうのを防ぐためにもこの断熱とっても大事なんですけれども、これはだから逆に言うと医療費削減ですって言ってやって漏れなくセットで温暖化対策にも役立つっていうふうに考えれば限られた予算を役立てていくことができるわけです。それよりも何よりも今能登で本当に避難所とか地震でね大変なことになってます。寒いんですよ今。まだ災害が来る前に全ての体育館とか公民館とかいろんなところをしっかり断熱をしておけばいざという時にも役立つ。あるいはこの佐賀県の小城市役所ってところは太陽光パネルのついてオフグリッドっていうんですけど、電源が他の停電が起きても自分たちだけでこう完結するそういう電気系統を持ってるそういう施設を新たに市役所を作ったんですけど、各県重要なあるいは町役場とか市役所とかみんな今から準備してこういうふうにしてったらいいじゃないですか。それをやることは何も温暖化対策だけではなくて自分たちが住みよい町を作るっていうことと実は直結してるわけですね。パリなんかももう全体の町づくりとしてそういうことを考えていて、これ自転車専用道路を作ってね、これルーブル美術館の裏手の通り銀座通りみたいな大きな通りがなんとタクシーとバスしか通れなくて自家用車入れない道に自転車道に変わっちゃっててもう驚いたんですけれども、そういうことをやったり、とにかく私たちはいろんなことが実は温暖化と町のさまざまな政策が関わり合ってるっていうふうに伝えていったらもっと子どもたちにも関心を持ってもらえるんではないかなと思います。あともう一つは自然です。
まあ、脱化石燃料っていうのはもう世界としては当たり前になってきてるんですけれども、まあね、この TNFD っていう制度は自然関連財務情報開示タスクフォースっていうんですけど、まあ、これ難しいので置いとくとして、 N っていうのはネイチャーなんですね。まあ、これからは自然のそういう生物多様性とか自然資本とか森と海の再生とか食と農業、土地利用みたいなことをいっぱい、明らかに情報開示していきましょうっていう運動なんですけど、まあなんで今この自然が大事かっていうと、さっき言った通りもう 1.5 度大ピンチだから、人間がいくら頑張って CO2 を減らしてもそれだけでは 1.5 度達成できそうにないんですね。だからもっともっと自然、海とか森に CO2 を吸収してもらわないといけない。これをネイチャーポジティブと言います。でネイチャーポジティブっていうのは、まあ、自然を今までどん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 減ってきたんですけど回復させましょう2030年までにっていう、これも世界的な合意なんですが、世界ではカーボンニュートラルとネイチャーポジティブ、車の両輪のように使われています。でその具体的な目標は30 by 30といって、陸と海の自然保護区を2030年までに 30% 以上にしましょうなんていう目標もあるんですけれども、まあ国立公園なんかがそうですよね。でこれ本当私ちょうど11月にですね、おはよう日本で、柴崎浩さんに阿蘇九十国立公園に行ってもらって、このネイチャーポジティブの大切さをちょっと伝える、そんな動画も作った。一生懸命子供に見てもらおうと思って携帯の縦長のものにしてみたんですけど、共に生きてるんですね。地球が生きてるんだって思えるのが嬉しい。蝶々がすごい近くまで来てる、そうですね。地球温暖化防止にも役立っているということが言えると思います。環境のこと考えると焦りの方が多くなってしまいがちなんだけど、ワクワクできましたよね。守るってどうしてもそういうふうに固く考えがちだけど、あ、楽しいことなんだって。はい、こういうふうにやっぱ子どもたちにもまあ、よく皆さん自然を守るっていう教育はよくしてらっしゃると思うんですけど、その身近な自然を守ったり、こういう大自然を守るっていうことと、さっきから説明している気候変動が実はすごく関わってるんだっていうふうに、かかり結びで教えていただけるといいかなと思ってます。もうその30 by 30っていうのは実は里山地域ではとっても大事で、こういう里山を守っていくことで脱炭素にも循環経済にも、それから鹿の害とか美味しい食べ物を作るのにも役立つし、健康にも役立つし、里山の風景が美しければ海外からのお客さんだったり、東京からワーケーションで癒しにやってくる人もいるよなんていうこともあって、こちらも一石六鳥なんですけども、まあ私がもう一つお伝えしたいのは物差しなんですね。子どもたちにどういう価値観、物差しでこれから生きてってもらうか。 GDP っていうのはある種環境を破壊しても増えるっていう特徴を持った経済の物差しだったわけです。それではっきり言ってここまで地球はダメになってるわけです。だからこれから新しい持続可能な新しい資本主義を作っていくためには物差しも変えなきゃいけない、価値観も変えなきゃいけない。それをイギリスなんかはやっていて、イギリス政府はダスグプタさんという生物多様性の経済学っていうのを、このダスグプタさんっていう経済学者に作らせたりしてるんですが、まあ、今までの豊かさっていうのは
機械とかインフラとか建物とかいわばコンクリートの量で測ってきただけで測ってきた。これから先は知識、能力、健康、こういった人的資本の豊かさも測りましょう。そして何より自然の豊かさ、植物、植光物、動物、土壌、水、そういったものの豊かさ3つ合わせて測りましょうよっていう、そういう新しい価値観、これが新しい子どもたちが生きていく世界での物差しになってほしいなと思います。そうすると実は価値の大転換が起きる。自然に恵まれた徳島県にこそ本当に未来があるっていうことなんです。これはこう本当プライドを持って徳島の子どもたちに教えていただきたい。まあ徳島に海もありますね、昆布、わかめ、鳴門のわかめもあって、こういうアマモとか海藻とかはみんなあの CO2 も吸収してくれるものでもありますし、里山にたくさんこういうバイオマス資源もある。まあ、私ずっと本当この戦争がウクライナとかガザとかで、まあ、私もガザも取材に行ったことあるんですけど、いつも思うのはエネルギーと食料、これを地産地消するってことは実は安全保障にも関わってることなんだなと。まあ、あの本当にあのこのエネルギー、海外からの化石燃料の輸入だけで去年たった1年間で為替もあって35兆円も使ってるんですよ、エネルギーを、化石を輸入するのに。これを全部再生可能エネルギーに変えて地域に還元していく、そういう豊かな地域にしていくための、未来、そういう未来にしていくために私たちは頑張っていった方がずっといいんじゃないかというふうに思います。ね、このままだともう本当お寿司も食べられなくなってしまうかもしれないね、海の温度が変わりすぎたり、あるいは農業もとってもいろんな CO2 を出さないやり方を模索するとか、これから先生方が教えるありとあらゆる授業の単元全部関わっているんですね。まあそういうことで私たちが言う地域循環共生圏っていうのを目指すんですけれども、まあゼロカーボンシティっていうのをこれから目指していろんなやり方、世界で、日本でもですねモデル地区を作っていて、残念ながらちょっとまだ徳島にはモデル地域はないんですけど、ぜひこういうのもこれから徳島からも出てくるんじゃないかと思います。でくどいように言いますが、もうちょこ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 小手先の改善だけしてるんではこの問題解決できないから、経済の OS そのものを変えるぐらいの大きなこれから激変が必要ですよと、それもラストチャンスですということが分かってきています。まさにこの10年が人類の正念場なんです。でその時一番大事なのは脱をポジティブに捉えることなんですね。私名前が現脱だけに脱炭素とか脱プラスチックとかばっかりやってるんですけど、こう世界で同じ質問をするとあなたにとって気候変動対策はどのようなものですかっていうと、多くの場合生活の質を脅かす、コストがかかるとか、もうやってらんない、めんどくさいとか、ね、ネガティブに唱える人が、日本だと6割いるんだけど海外は3割切ってる。逆に温暖化対策することで生活の質を高めて、さっきの断熱じゃないけど暮らしが豊かになる、あるいはこれは未来世代のための投資なんだって捉える人が 66% も世界ではいるのに、日本は 17% しかいない。だここを逆転させていくっていうところがとっても大事になります。まあちょっとこの辺今日あの時間がないので飛ばしますけれども、一番私が今日皆さん方先生にあのお伝えしたいのは教育、ここも脱炭素、気候変動をやっぱ軸に置いて、ぜひ取り組んでいただきたい。まあ、世界共通の課題ですから、COP ではチルドレン&ユースパビリオンというのもできてて、こんな風に世界の若者たちが車座になって共通の課題について、ディスカッションしてるんですけど、要するに前例のない規模の変化を起こすためには自ら考え、自らチャレンジして人とコミュニケーションをとって問題を解決していく、イノベーションやブレイクスルーを起こせる人材を育てる、ここが一番大事なんですね。もうここです。本当に時間はかかるかもしれないけど遠回りのように見えてこれが一番大事なんです。まあそうやってスタートアップなんかもどんどん作れるような子供をあの育てていきたいんですけど、まあその時にそのさっきのカーボンニュートラルとネイチャーポジティブっていうことと、そしてそのことは実は人権感覚、
さっきのね、ツバルとかもみんなそうですけど、人々の人権にも基本生存する権利にも関わることなんだっていうことをしっかりと学んでいただきたい。で、子どもたちにぜひお伝えしていただきたいのは、自然を守り育むことは生き物を救うだけじゃなくて、自分自身、私たち人間の幸せにつながるんだよっていうことをやっぱ体感できる教育だと思うんですよね。やっぱ徳島自然が豊かだから触れ合う機会がないってことはないと思うんですけど、まあ、それが自分の中で納得していないとなかなか次の行動に移れないんじゃないかなというふうに思います。生き物のためにやるんじゃないんですよ。私たちの幸せのためにやってる。だけどここでもまた世界との差があるんです。これは18歳の、まあ、世界9カ国の共通調査をやると、右から3番目、自分で国や社会を変えられると思うかっていう、そういうことに対して変えられると思うって答えた人が日本ではたった 18% しかいないんですね。インド見てください、伸び盛り、 83% もそう言ってる。インドネシアでも 68% 変えられるって思ってる。ここをやっぱりね、もっと日本の子どもたちにも変えられるって思ってほしい。これやっぱ成功体験がないんですよ、日本は。まあ言っちゃなんですけど、校則とかね、まあ私も30年何十年前の学校の校則が未だにあって、なんでこれはあるんだっけと、誰も分かんないような校則がずっと残っていて、変えたいんですって言っても、いや前例があるからとか言って変えない。そういうなんか変えようと思って変えられなかった経験っていうのがあると、なかなか人間ってチャレンジをやめてしまう。逆に小さなことでも自分が声を上げたら、ちょっと冷静に議論して多数決でもいいんですよ、決めたら変わったっていう成功体験、小さい成功体験を子どもに持たせることが、こういう温暖化のような不確かな未来、とても困難な時代を切り開いていく生きる力を育ててくれるんではないかなと思います。コップに行くと結構頑張ってる若者いっぱいいて、真ん中の子は鹿児島大学の水産学部の子だし、隣の左側は慶応大学の学生ですけど、まあ、さっきのパキスタンの洪水被害者と直接会って映像で記録したり、あるいはこれはイギリスに行った時ですけど、左の2人は当時高校2年生と3年生だった女の子ですね。みんな真ん中にいるのは、さっき紹介した世界的な気候科学者のヨハン・ロックストロームっていう科学者なんですけど、現地で自分で英語で捕まえて、私たちに科学のレクチャーしてください。それどころかインスタグラムで、日本にいるまだ来れなかった子供に、つないでインスタライブをやりたいとか言ってやったりとか、すごいパワー持ってるんですよ。だから私たちはそういう若者のためにも一緒に脱炭素社会を築いていきたいというふうに真剣に思っています。で、じゃあ私たち一人一人に何ができるんだろうかっていうことを、まあ、考えたときにですね、大事なキーワードにもう一つ公正な移行っていうのがあります。まあ、SDGs は、まあ、誰一人取り残さないっていうふうに先生方も教えてると思います。だけどどうしてもこういう時って不条理な目で、例えばガソリンスタンド経営してたとか、石炭火力発電所に働いてたとか、運の悪い人って出てくるんですね。じゃあその人たち守るために未来を変えないんじゃなくて、どうしたらその人たちがちゃんと時間をかけて次の産業にチェンジしていけるかとかを、ロードマップを作りながら一緒に議論するみたいな、これを公正な移行っていうんですけど、本当はそういうことをしっかり社会とかで教えていくのが私たちにとっては大事なことかと思います。まあ、一人一人に何ができるのかっていうこと、いろいろあって、本当はちょっとここもうちょっと時間をかけてお話ししたかったところなんですけれども、一つだけ、じゃあこうやってマイボトル私今日持ってきました。これ持ってきたら温暖化止まるでしょうか？残念ながら止まりません。だけどこれ1億人が持ってきたらどうでしょう？やっぱ変わらざるを得ないんですね。今日も多分これが出てなかったと思います。だからそういう意味で言うと、一人一人が行動を起こすってことはとっても大事なことなんです。だけどもう一つやんなきゃいけないことがある。これは車の両輪で声を上げる、政治家を選ぶ、行政に訴える、つまり
仕組みそのものを変えて世の中が CO2 を減らした人が得をするちゃんとそういう社会にしましょうよっていうふうに訴えるっていう、そうやって仕組み全体を変えることと個人が頑張ることと車の両輪だっていうふうに伝えてほしいなと思います。まあね、食品ロスを減らすとかいろんなことがあってですね、これもあと子どもたちできることいっぱいあるし、プラスチックごみも私番組作ったんですけど、16歳でね、海のプラごみなくしたいってこう決意した、オランダの NPO の CEO とかがいて、まあ、こういう世界で初めて、海のごみを回収したり、日本でもこうやってですね、海ごみを回収して作った、そういう製品を使って実際暮らしの中で、そういう循環が見えるような形に今ようやくなり始めてます。あるいはこうマーク一つ取ってですね、どういう意味なのかなと、これは何の役に立ってるんだろうということを教えたりもできるかもしれません。だから先生方の知恵と工夫でありとあらゆる教科で、いろんな本当にアプローチの仕方があると思います。地域の実情に応じてぜひこの問題をこう自分たちが自分ごととして捉えられるように、教えていただければなと思います。まあ、これ国連がやってる 1.5 度のキャンペーンでも個人でできる10の行動っていうのを挙げてて、まあ、詳しくは後でネットで出てるんで見てもらいたいんですけど、ここでも最後声を上げるってことが出ておりますので、皆さんも今日せっかく聞いてくださったんで、帰られたら学校で職場で家族で、なんか今日ちょっと聞いたんだけど気候変動思ったよりやばいらしいよ、脱炭素あんまり日本進んでないらしいよ、どうやったら教材に生かしていけるかな、雑談でいいのでぜひお話ししてみてください。そのことが2人が4人に、そして4人が8人に広がっていくんじゃないかなと期待しています。最後にもう1個だけ動画を見ていただいて終わりにしようと思います。地球沸騰化、線状降水帯、10年前は知らなかった言葉が毎日ニュースになっている。今すぐ動こう、気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。暑い暑い暑いですよね。こんなに激しい雨も降らなかったですよね。今すぐ動こう、気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。ご存知ですか、人類の未来は今後10年の私たちの行動で決まります。今すぐ動こう、気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。10年後では手遅れ、今しかないってことで一緒に行動を起こしていけたらと思います。いくつかの番組はオンデマンドでご覧いただけたり、あと2030未来への分岐点、5分×9本の動画が無料で授業でも研修でもお使いいただけますし、 1.5 度の約束の、まあ、そういった今日見ていただいた動画も国連とか NHK のサイトで見られます。あと脱プラスチックの挑戦とかは今三省堂の新論理国語っていう教科書で今年の春から、教科書に載せていただいてたりいたします。あと3月今度の16日にはネイチャーポジティブの番組も BS プレミアム 4K で、夜6時半から放送しますので、よかったらぜひご覧ください。ありがとうございました。源達様どうもありがとうございました。せっかくでございますので質問をお受けしたいと思います。会場の皆様の中でご質問がある方、どうぞ手を挙げてください。マイクをお持ちいたします。感想でいいよ、うん、お話聞いていかがでしたか、はい、じゃあちょっとマイクお持ちしていいですか、はい、今日お話聞いて、前からたくさん SDGs とか気候変動とかいっぱい話はたくさん聞いてたけど、さっきも言ってたように、なんかこんなにギリギリ、今本当にギリギリな状況のことは知らなかったし、なんか自分たちは暑いとかぐらいであんまり生活に身をもって気候変
なかなか実感が湧いてないけど、なんかもうちょっと世界の、今大変なところとか見て、実感してみたいなって思いました。ありがとうございます。本当にちょっと今日ね、子ども向けには少し難しい内容ばっかり喋っていたので申し訳ないなと思うんだけど、ぜひお伝えしたいのは、今ならまだ間に合う、絶対変えられるし、みんなが一人一人頑張ることでこの温暖化の状況っていうのは絶対止められるし、いろんな新しい技術もこれから生まれてくるから、必ずこの問題解決の道はある。だってさっきの再生可能エネルギーだってやれることいっぱいまだまだある。そのあんまりこう、すごい大きな問題だからもう何にも私たちちょっとお手上げって思わないで、ぜひやれることはまだまだたくさんあると思って今日帰っていただけたらと思います。本当しっかり聞いてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございました。素晴らしいご感想いただきました。ありがとうございました。この題にありますように、まさに子どもたちと共に開く未来ということで、今私たちにできることということで、たくさんの貴重なポイントお話をいただきました。貴重なご講演どうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手お送りくださいませ。源田様にはお忙しい中お越しいただきまして、たくさんの重要なポイントをお話しいただきました。ありがとうございました。